ってくれてありがとう。皆さん、もう少しで恐竜たちがここにお散歩にやってきます。その前にもう少しずつ大きな円を作りたいのでご協力お願いします。じゃあね、皆さん木と木の間に入っていただけますか。ここもね、木の前の葉っぱを恐竜さんが食べに来ることがあるので、なるべく木と木の間に入ってください。そして一番前の列はなるべくお子さんでお願いします。もし後ろの方にお子さんいらっしゃいましたら前の方に通してあげてください。ここもね、こちらに少しねずれていただけますか。ここのね、恐竜に開けておいてあげてください。じゃあ全体的にこの辺りもう少しずつ、あとね3、4個ずつ、はい、ありがとうございます。必ず全部の恐竜たちが皆さんの目の前に来てくれます。なので皆さんはこの大きな円を最後まで崩さないようにお願いします。そして目の前に恐竜たちが来たらぜひ撫でてあげてくださいね。それでは改めまして皆さんこんにちは。元気なご挨拶ありがとう。ようこそジュラシックパークエリアへ。私は恐竜の研究や飼育をしているパークレジャーです。さあこれからここにたくさんの恐竜たちがやってきます。今日は恐竜たちの動きを観察したり、鳴き声を聞いてみたり、そしてぜひ恐竜たちに触ってみてくださいね。ユニバーサルスタジオジャパンで飼育している恐竜たちは絶対にみんなを襲うことはないので安心してください。そしてお父さんお母さん、シャッターチャンスを逃さないようにしてくださいね。あれ、皆さん恐竜の鳴き声が聞こえてきましたよ。どこに恐竜さん来てるかな。あ、見てください、とっても大きな恐竜さんがお散歩に来てくれました。それではここでクイズです。この大きな恐竜さんの名前知ってるお友達、はい、ね、こんにちは、教えてくれるかな。スネゴサウルス、大正解です。ありがとう。皆さん、草食恐竜のステゴサウルスが先頭でお散歩に来てくれましたよ。とっても大きいですよね。ステゴサウルスはこの背中についている大きな板が特徴的です。実はこの板で体温を調節しているんですよ。みんな早速葉っぱを食べてますね。みんなこういうね、草を食べる仕草も観察してみてください。皆さん、またさっきとは違う鳴き声が聞こえてきましたね。ステゴサウルスの後ろを見てください。次は大きな角がついた恐竜さんが来てくれていますよ。それでは、あの恐竜さんの名前わかるお友達。お、すごいね、さっきよりもたくさんいるみたいですね。それでは次は全員で教えてもらおうと思います。みんな大きな声で教えてね。いきますよ、せーの。詳しいお友達がたくさん遊びに来てくれたみたいだね。ありがとう、みんな。さあ皆さん、トリケラトプスの赤ちゃんとママ親子でお散歩に来てくれましたよ。ママー、みんなよかったらママー、ね、さあ皆さん、背中のあたりやばくなってくれ。赤ちゃんはね、こんな卵から生まれてきたんです。まだ生まれたかな、
き恐竜たちを触ってあげてください。どうぞどうぞ、前の方に通してあげてください。さあ、そこで待ってて。あれ、いい、皆さん、恐竜たちの動画を少しだけ離れてくださいね。ラプトルの目の前にいる皆さん、こっちに道を作りたいのでお手伝いしてくれ。
生まれた。すごいデコちゃん。もう一個おらんかった。もう一個。もう一個多かったね。